アウトプット黄金比率3対7の罠。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、今日はデンマークのコペンハーゲンからお届けしてきます。今ちょうどですね、朝8時という形で、日の出から30分ほど経ちましたけど、そんなね、コペンハーゲンのこの爽やかな澄んだ空気感の流れるですね、コペンハーゲンの街を朝散歩しながらですね、今日はこの風景とともにですね、カバチャンネルをお届けしたいと思います。はい、ジョギングしたりですね、自転車乗ってる方とかぼちぼち現れてまいりましたね。今日は質問いただきました。王さん、インプットとアウトプットの比率は3対7を目指しましょうとアウトプット大全に書かれています。一方、インプット大全でアウトプットできた量がインプットできた量とも書かれています。アウトプットできた量がインプットできた量だと、アウトプット量はインプット量を超えることはほぼできないことになると思います。2時間美術館を見て4時間以上語ることはほぼ無理だと思いますという形ですね。とこの辺もまあよく読んでいただけると分かるんですけども、アウトプットインプット比っていうのをね、アウトプット大全で書きましたけど、インプット3に対してアウトプット7、要するにインプット量の2倍ぐらいをアウトプットすると記憶に残りますよっていう研究があったわけですね。それを引用してるということです。つまりまあ記憶に残らせるための一つのね、目安という形で、まあ3対7インプットしたらそれよりもちょっと多い量ですね、アウトプットしなさいよというふうに書きました。物事全てそうなんですけど、質と量っていうのがあるんですね。睡眠とかもそうですけども、だから睡眠時間取れなかった場合は質である程度カバーするってことも可能です。だからアウトプットを7やりなさいっていうことなんだけど、皆さんのアウトプット大全読む前のアウトプットの質と、アウトプット大全を読んで今1年ぐらい頑張った後のアウトプットの質って多分2倍とか3倍とか、場合によっては5倍とか10倍ぐらいに高まってる人も多いんじゃないかなと思うんですよね。そうなってきた時に純粋に時間で見れるのかと。今までだから5時間アウトプットしてたとしたならば、それを今だと2時間とか1時間でできるかもしれないっていう風になった時に、ものすごくアウトプット効率はおそらく皆さん上がってんじゃないかなと思います。ですからインプットとアウトプット比3対7っていうのは一つのね、目安だわけで、皆さんのアウトプット効率を高めることによって、時間で見ると1対1であったり、例えば本を読む場合、2時間で本を読んだ場合、何分アウトプットすればいいんだっていうと、6時間アウトプットしれってことじゃないんですよね。私の場合はだから新読なので、15分ぐらいもその本について語れれば十分っていうふうに語っていますけども、その内容についてのポイントを押さえて上手に語れるかっていう、この質の部分っていうのに皆さんそろそろね、フォーカスしてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。最初は時間で入っていってもいいと思う。そのイメージとして、インプットしたら2倍以上アウトプットしましょうっていうイメージっていうのをね、持っていくといいと思うんですけども、今皆さんアウトプット力がかなり身についてきたと思いますので、そうなった時にですね、今までと同じ時間ってことじゃなく、自分の中のイメージとしてインプットばっかりやってるというよりは、結構アウトプットやってるよねと、インプットやってるものの2倍ぐらい、その質と量においてやってるっていう自分の実感というものを持っていただきたいと。逆に言うと、インプット多い人はインプットの多い実感しか多分未だにないと思いますので、そういったことも含めて自分の中でのこのうまく一番学びの効率を上げるバランスというものを見ていかなきゃいけないので、3対7はあくまでも目安であり、自分の実感であり、時間ではないということなので、この辺のね、あれっていうのはなかなか難しいし、本にね、書いていくことっていうのも非常にこの難しかったりしますので、ぜひですね、皆さんも自分の中で3対7のバランスっていうのをですね、うまく取れるようになっていくと、それがうまく取れるようになっていった場合、皆さんの自己成長が爆発するんじゃないかなと思いますので、参考にしていただきたいと思います。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。